はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ね、新しいシーズンが始まって、構築をね、いろいろ考えてたんですけど、考えてる間にも動画をね、撮ったり、まあ対戦も単純になんか、ずっと考えてるだけだと対戦できなくてちょっとつまんないから、対戦もやりたいと思って、まあなんか、こう、即、まあ雰囲気でいけるだろうみたいなノリで、パッて組んだこの構築が割と使いやすくて結構気に入ってますね。ナットレゴなんかめちゃくちゃ最近いるんだよな。これ、カバウツロナットでいいかな。ランドロスちょっとだるいけど、まあ気合でって感じかな。あー、ウーラオス、あー、クーラオスゲロイか。サンダー絡めなきゃダメかな。ただでもサンダーの通り全然悪くないか。サンダー、で、ナットを持っていくのが結構微妙な話あるな。カバウツロサンダーとかでもいいかな。ナットに振り取っちゃった時が困るんだけど、まあ、うにょうにょするか。ナットに振り取れないからサンダーから入って、うつろ、カバーとかでいこうかな。まあ、ナットもそうだし、まあ、耐久系のポケモンでね、なんか結構増えたポケモンとかは結構、まあ、カバルドン今期のは、前期か。のは、だいぶみんな吠える切って氷の牙入れたりしてたから、早くて後投げできて、身代わりできて、身代わり残せるやつが結構、いいんじゃないかなって感じはあるんだけど。ウロスから来たね。どっち？水の方を。これ有利対面なんだけど、早いか遅いかにもよるよな。何投げてくんのここ。サンダー投げる以外なくないで。放電から入っとくか。命中安定で。相手からすると、突っ込んでくるんだ。どんぐらいいく？ナット引きとか結構だるくないか。でもこだわって水流連打から入んの。これ放電で取れないかな。半分いっちゃうか。だるいこと起きたなこれ。裏引けないんだけどな。ダイマ切るしかないか。だったら初手からダイマ切りたかったな、スカーフなんだったら。で、これでランドロスがもう結構、どうしようもないからきつくなっちゃったけど。だ、でもスカーフ、いやー。でもこっちの初手ダイジェットとか考えるとさ、一回引けないんだろうな、でも多分。え、これさすがに耐えるよね、150あれば。ちょっと頼むよ。ちょっと、あー、ギリギリな雰囲気だね、めちゃくちゃ。なんとかなったけど、サンダーズタボロになっちゃったな。ダイマも切ったし、裏もね。でもこれ無理だからしゃあないんだよな。いや、結局こういうスカーフガチャやりたくねえからあれなんだよな。まあ、受け構築も戦術策になるけどさ、結局なんかこれはこれで同じ話じゃねっていう。同じ話っていうのはその、なんていうの、ケアするかケアしないかで、結局タクなんだったらさ、らケアしない代わりにウラオスきつくなる戦術をしててみたいな話があって、だなんか、まあ、結局同じことなんじゃないかな。わかんないよ、これは僕がザゴだからそう思うあれはあるね。なんか強い人そういうのもなんか全てケアしきるからね。神にはなれないからね。でも多分僕は、まあ、こっち最速取ってるから、ああ、こう、ウォールから、いや、さすがにダイマするか分かんなかったし、これしかないよな。で、こう、サンダーを殺されるでしょ？カバから入って、うつろ投げ直そうがいいかな。直投げのうつろ移動。まあ、でも、どっちみち S 抜かれてるわけだから、それだったら電気技打たれるより、大技食らって、で耐久 1.5 倍で投げれる方が美味しいかな。裏見せんのもでもあれか。弾。弾ってことは多分耐久振ってないから、いけんじゃない？うつろ投げでいきなり。ちょ、ダメ消しよう。サンダーに、耐久多分振ってないやつで、プライチのメテオでいけるから、こううつろいでいいか。で、こう引いてくれるんだったら、
まあ、じゃあ、鋼の翼はちょっと、無理だけど。さすがにないやろ、それは。だからこれでナットレ無理になっちゃったな。裏にいるナットレが。突っ込んでる。まあ、弾だからこんぐらい入るか。ちょ、当ててよ。お願い。オッケー、当てる。これは倒せるね。いや、移ろいよ、これ強いな、ガチで。まあ、メテオビームとパワフルハーブじゃなくても、強いと思うんだけど。ヘドロとか持たせたいけどな。ちょ、これナットレやめてほしいんだけど。お願い、ナットレ以外で。来て。ナットレ以外。お願い。ランドロスは、勝ちじゃない？剣舞は、まだ今ないからカバー一回耐えるから。剣舞押せないでしょ。ジェムでいいよね、普通に。まあ、スカーフならスカーフで、カバーで勝てるし。スカーフじゃない。普通に殴ってくる。これまだ AS か、HB かわかんないね。だから、ボンのみじゃないから多分、AS なんじゃないかな。弾でもない。あ、弾は、あれだったか。サンダーあったか。ラムとかなのかな。まあ甘えずに氷、そう、カワルドとかにね、ヤドランとかにやっぱ氷技は入ってくるよなっていう。まあマンダとかカイリュ考えてもそうだし、ランドロスに対面で。ああ、まあ相手はこれをやるしかなくて、騎馬避けしかないよね。それかまあ普通にあくびっぽいからみたいな感じなのかな。オッケーだね。これ強えわ。マスターボール級まで久々に無敗で乗ったからね。これマスターボール級乗ってから潜ってるんですけど。じゃあもう一戦やっていきます。はい。じゃあそのまま続けてやっていきます。ね、これラグラージめんどくさ、まあめんどくさいのとボルトロス。ボルトロス未だにさ、いるかな？殴ってくる方は知ってんだけどさ、未だにさ、いたずら心でさ、電磁波魔王ミガみたいなやつ。いいのかな。たら、まあ、ボルトロス考えてもエースマン考えてもカバルドンは欲しいか。で、アーゴ4がきつくなるから耳っきを裏に置きたいかな。他でアーゴ4にケア効くポケモンいる？まあ、カバが対面する分には即死はまだないから大丈夫だけど、ナットとか持ってくんだったら引き裂き必要だね。いやー、これでも S バーもでっかくやもさ、放射とか持ってること考えると、割とナット持ってきたくないよなー。まあ、サンダーは割といてもかいい感じはあるんだけど、相手のでっかくやを考えると。まあ、カバルドンでっかくやに振り取っちゃうし、サンダーもいてもいいかなー。カバサンダーミミッキとかかな、これ。で、そうなるとラグめんどくさいからサンダーから入っとくか。で、ミミッキュー、カバルドンでいきますか。ちょっと何から来るかな？てか、この、なんか、普通に強えんだよな。カバウツロナットサンダーみたいな。で、ラストの2枠、カバウツロナットサンダーって多分崩せないなって思って、ハチマキアクーラオスと、あと普通にまあ、まあ困ったら入れとけみたいなノリでミミッキューが入ってるんだけど、オッケー、ラグから来たね。まあこれは身代わり通るんじゃないかな、普通に。まあ変な技持ってたら身代わり殺されちゃうから、わかんないけど、とりあえず身代わりでいいよね。オッケー、あくびかわす。まあ、通るはそこ。ちょ、エアスラ欲しいな、サンダーに。こういうね、ことが起きるから、嫌いなんだけど。捨てろか。まあ、捨てろ前行ってからクイックターンで裏に下げたいみたいな感じかな。一回先に暴風叩き込んどけば。オッケー、一回当たるんだったらいいね。二回打って。だ命中率7割なのにさ。二回打って一回当たればいい方だと思ってるのを。どうかって。おーおー、いいね。取り返したわ。オッケー。全部引いた。いいじゃん。ここ混乱でクイックターン失敗しろ。帰ってくな、お前。帰
帰んな帰んな帰んな、裏帰んなマジで。あまあ身代わり残るからいいけど、せっかくな九州も混乱も全部引いて最高だよなマジ。でもね、なんかネット打つときとか超思うけどさ、九州ガチいらないからね、ドヒドヒでに。ドヒドヒのネットは。ネットは火傷が本体だから、なんか、九州の確率ゼロでいいから、僕のドヒドヒだけネットの焼ける確率5割にしてくれっていつも思ってんだけど、ここで出てくんのでっかくやなの？え？ってかな、なんで、俺、あれなくなってんの？身代わり。クイックターンで壊せたんだ。ねえ、ここで出てくるってさ、メテオハーブも、メテオハーブだっけ？じゃあメテオビームとパワフルハーブね。身代わりからでいいな、一回。持ってそうだから。あー、ダイマ切ってくるタイプ。どっち？ジェットある？まあでもダイマ切るんだからジェットから入るか、さすがに。ね、ここを返せれば勝ちだけど。カバルドンで切り返すのはそうなんだけど。こう身狩り余計なことしたな。羽でよかったな。ジェットから来る。で、こっちが大魔切って殴っていくこと考えると、相手からすると、ここロックをしたいとこだよね。ロックにカバルドン投げたら仕事できないかな、カバ。それでいくか。で、まあ、ミミッキュかザップで最後詰める感じでいいかな。でっかくは一回引かせれるんだったらサンダーの餌食だし、ラグラージもまあ大ジェット打つ前提ならもう困んないから、まあなんとか詰めれんじゃないかな。ここロックしかないよねさすがに。まあそうだよね。どんぐらい入る？あ、オッケー、次のジェットこれなら耐える、おそらく。まあ、あくびでいいかな。相手ダイマックスないから、エースバンもまあミミックでそこそこ戦えると思っておくて、火球で結局皮ごと殺されるのが困るわけだから。で、この多分殴れる構成の、待って、それ急所じゃない？半減だよ、だって。急所じゃないね。あれ？急所だと思ったけどな。こんなもんなんだ。今のところジェット打たれてたら普通にまずかったくない？まずかったく、まあ。いや待って、これパワフルハード持ってたら困るなぁ。サンダーで切り返しに行けなくなっちゃうから。だからあくび打ってここ一回引かせれるから。まああくび連打で裏見ていいか。引いて、ラグラージ。ちょっとなんか危なかったな、普通に。あ、でも同じか。ジェットでもダメージ。大丈夫だったわ、多分。で、ここが、クイックターンなんじゃないかな。まあ、首でいいけど。うん。で、どうしよっかな。ラスト3体目見れたらそれが一番いいんだけど、でっかくやー。3体目見させてくれそうにはないよね。クイックターンまあめんどくさいな。ここももっかいてラグ引きだから、ここにサンダー投げに行くか。サンダー投げて、まあ身代わりか羽のタクをやってみたいな感じかな。あー、そこでいや、それだったらカバ捨てながらで結局いいわけだから、自信でも押しとくか。引いて、ラグかな？うん、そうだよね。カバルドン使うのやっぱ、結局僕下手なんだよな。だからカバルドン使いたくないんだけど。ちょびちょび削って。で、ここがクイックターンで捨てに来るとこだから。まあ、カバも死んじゃう。生キル挟んどいた方がよかったかな。あ、なんかめんどくさいこと起きたかもしんないね。相手クイックターンでいいもんね、ここ。まあまあでもサンダー盤面に置けるんだっ
ったらそれでいいか。厚底ブーツもなんかそのままずっと持ってるおかげでステルスロック困んないしな。意外と悪くないんだよな。相手悩んでるけど何してくるかな。あーつ、でもクイックターンしかなくない？こう。すびき。三体目が出てくるかな。いや、出てこない。でっかぐや。でっかぐや削れてないのがだるいから。どうしよっかな。ただ大事。いやー、まあ、ミミッキ考えると、まあ、ちょっとめんどくさいか。カバン。ここ。ラグ引きにサンダー置きに行く。ラストがでもミミッキ残してるから、あ、そうだよね。来るよね、そういうのね。これ考えて、そう、サンダーを、ここで置きに行くと、殺されるかなと思って、あれしたんだけど。やっぱその、テッカグヤだったか。そう、テッカグヤをね、ケアして、だ受け回しの時は一回ドヒドに引いて、ドヒドとかに引いて、テッカグヤのあれ見てから、行動してたんだけど。仕上がる。寝るよね。ラムダじゃないから。ここでミミッキュで見物見に行った方が強い。か。うん、それでいいな。満を持してのミミッキュだからね。剣舞でよくて。で、化けの皮残ったまま剣舞詰めるから。また、そうだ、ガバルドン使うとまた最速攻撃かどうかとかっていうのに、うーんって悩むゲームなんだけど。ラグーン。あくびから入って、いや、まあ普通にジャレで殺しに行っていいか、ここは。数減らしたいね。オッケー。やばい、普通の対戦になっちゃったね、なんか。受けループとか、受けを使うのがなんか、普段のあれなんだけど。まあミッキーとか強いからな。まあ受けにも結構入ってくるしね。ストッパーとして。ラストミミッキーなんだ。裏テッカグヤだから、剣舞さえさせなければ勝ちなのでは？引いた。テッカグヤ。で、化けの皮残ってるからこれダイマでいいな。ダイマすれば、まあ、ミミッキの、勾配の陰打ちぐらい余裕で耐えるし。まあまあなんとかなるか。いやまあこっち化けの皮も残ってダイマも残ってる時点で、ミミッキの打ち合いで負けるわけがないんだよ。フォローで。これ飛ぶよね。多分。ああ、そうだよね。火力振ってるデッカウヤだからさすがに、ミミッキに。打ち合うにはちょっときついよね。で、剣舞さえさせなければサンダーがミミッキの影打ち耐えるから、まあ、最悪なんか事故ってやばいこと起きても、一応大丈夫なんだけど。相手ここ先に5台してくんのがうざいかな。あ、5、3、はい。オッケー。強えんだよな、なんか知んないけど、この構築。じゃあ、まあ、受けループもね、考えてるからね。使います。じゃあ、GG。